いやーどうも、フジくんチャンネルへようこそ、フジくんでございます。よろしくお願いします。はい、ということで今回も、デトロイトビカムヒューマンやっていきましょう。前回ですね、マーカスが、ついに、ジェリコやったかな、アンドロイドたちが暮らす船みたいなところにたどり着いて、まあ、ここからね、どういう風にまあ、マーカスが生活していくのかっていうのも気になるところでございます。で、カーラも、おそらくジェリコに向かってるんじゃないかなと思うんですけど、電車に乗ってね、旅立っているところですね。で、コナーは、カーラを多分探索してて、カーラが見つからず、カーラ探索中で、まあ、そろそろ、このアンドロイド3人たちが関わってくるんじゃないかなと思います。さあ、早速、続きからやっていきましょう。フジくんチャンネル。お !2038 年11月6日コナーっぽい多分コナー多分コナーほら、アンダーソンがおるし昼の3時。結局、カーラが見つからずここに来たのか。お、危ねえ危ねえ。ハンクどうした。危ねえ危ねえ。そうやな、そろそろ仲良くならなあかんよな。ハンク人気者やな。まあ、いいおっさんっぽいもんな。さあ、仲良くなろう。どうやったら仲良くなれるかな、怒らせずに。難しいよな、人と分かり合うって。分からんからこそ難しい。かけるか。機械じゃなくても難しいんだ。それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって。俺が 100% 保証してやるよ。間違いねえ。これ誰スキャン。犯罪歴あるやん、賭博と詐欺で。1週間分すられたってやばいや。給料の4分の1やで。わかった、乗るよ。よし、来た。なあ、後悔させねえって。まだ騙されてる。まあ、仲いいやつなんだよな。ったく、何なんだ。人の言うこと聞きやしねえ。金魚の糞みてえに俺についてくんな。金魚の糞。丸か三角なよな。若いか昨日の世代どっちかよ。はい。あ、やばい。いけた。私たちは出だしでつまずいてしまいました。いけた。選べた。選べた。できれば水に流してやり直しましょう。いかがですか。いいか、プラスチック野郎をあてがわれたんなら俺は従うまでだ。だが友達になる気はねえ。少しは頭を使いな。仕事だからってことね。お前スキャン、これ食事か、食事をスキャンかな。ハンバーガー、これ多分コナーにしかできひんのかな、このスキャン機能って。あ、そんなことないか。なんかでもこの感じさ、コナーしかないよな。コナーが最新鋭やからかな。ゲイリー・ケイズ、犯罪歴のやつしかおらんぞ。おい、まあ、ありがとうよ、腹ペコだ。そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな、俺にべったりなんだ。嫌味っぽいな。な、ギャンブル、コレステロール、友人。こんなことは言いたくないんですが、あなたのお友達は違法行為に手を染めているようです。みんな生きるために必死なんだよ。まあ、それもそうだよな。迷惑かけてなきゃ別に。今はかけてないもんな。なんか上がった、よかった。ギャンブルとコレステロール、ギャンブル。ペドロって男はあなたを違法賭博に誘っていた、そうですか。ああ。かけたんですか。ああ。なんかロック解除されてない、なんでやねん。コナーについて話そう、自分のことな。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。なんでお前はそんな間抜けな見た目と声にされたんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされています。自分で言うのもないな。溶けやすいんか。いや、失敗だな。タンクとアンドロイドのことさ、聞いたらさ、なんかまた気になるよ。気になるけど、ちょっと今回はやめとこう。変異体の情報を共有しておきましょう。聞かなあかんのならあるけどな。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで予期せぬ行動を引き起こしているんです。
なるほどね、感情とは違うってこと。感情ってのは厄介なムイザ。厄介よね、わかるよ。俺たちはそう違わないのかもな。やってることはな、医者もね。あ、聞かなあかんやん。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うの。気になるよな。いろいろ訳ありでね。前も変異体の操作を。あったね、こんなこと。一番最初、数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてんだろ。あ、知ってるんか。え、知ってんのコナン、ハンクのこと。本当はあなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げ、デトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。ハンクイケメンよな。だから何だってんだ。誠実に。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかないでしょう。これが誠実なん。ですが私は人間のランダムな行動にも対処できます。なんか良くないぞその言い方。ああなんか友情芽生えたわ。なんか今新しい事件の報告が入りました。もう良かったわ、なんか上がったのよ。もうすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり、私は車で待っています。よかったんかな。まあ良かったってことにしとこう。なんで嫌いになったかわからなかったな結局は。まあでもこの二人の関係を進めるのも楽しいな。バッテリーでも切れたか。あ、寝とったんか。すみません、サイバーライフに報告していました。あ、見に来たんか結局。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。容疑者を尋問する。で、男の情報は。事件結局来たんだね。あまり近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。空き家のはずなんですが。空き家なんだ。 LED を羽根瓦場と帽子で隠した男の目撃情報があります。あーったく、人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで捜査してられるか。確かにな、物音だけやな今あるの。いない。すみません。怒ってるみて。開けろ、デトロイト死刑だ。コナンわざとそれおもろいんやけど。下がってろ。はい。あれ、ハンクどうした。優しいな。バイオハザード見て。すげえ、ハンクかっこいい。ハンクかっこいいぞ。なんか調べるもあるかもしれへんからな。いろんなルート解放されるかもしれへんから一応見ておきましょう。この辺を。遠くになさそうだ。あったぞ。なんだこれは。なんか見てたな。新しい。レッドアイス。また麻薬か。結局こうなるんだ。地球の限界。地球は本格的に修復不能。まあ、レッドアイスのことやろな。この人が見てたんは。これとかなんか持ってきそうじゃない？持ってけへんの？持ってけへんわ。やばいやばい。進んでる。めっちゃ進んでる。何なんだこれや。ハトがめっちゃある。さっき羽あったもんな。ああ、たくひてえに。あ、ここ調べられるぞ。これなんだ。調べれる。都市の応援のポスター、エーカー通り265番地デトロイト。どこだそれは。まだなんか調べれるのがある。あ、あった、これか。ポスターの角、100% リサイクルペーパー、最近剥がされた跡がある。なるほど。そんな無駄足みたいだな。もぬけの殻。そんなことなさそうよね。でもなんか、あ、そういうことか。怪しすぎるこれ。なんだこれ。これジェリコかなんかか。ヒントなってそうよな。なんかあったか。ええ、多分ノート。ノートやな。のようですが。ただ、判読できない。これは服。
90% コットン、10% 合成繊維。RT。RT？ イニシャルでしょう。じゃ、イニシャル買います。ポケットに自分のイニシャル。幼稚園児じゃあるまいし、そんなことするか。確かに。ブルーブラッド。舐めるぞ、これはペロって。あら、外してる。LED。こいつも人間として行動してる。シンクに LED が。まあ、変異体というか間違いないよな。そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。これはブルーブラッド怪我してるんだ。やっぱり人間に暴力振るわれて変異体になってるっていうのは多そうよね。カーラもマーカスもそうやさ。うわ、RAQ だか。これあったよね、前のところでも。こういうメッセージ。で、この左上にある模様とかもさ、なんかノートのやつに近いよね。これはどういう意味だ。 RA92471箇所も壁に書かれています。よう探したの。そのオーディスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。こりゃまるで迷路みたいだな。迷路、取り憑かれたように何度も書かれた文字。これはの最近倒された鳥の糞の痕跡もある。お、あった、これだ。マーカーペン、まだ閉めてる。最近使用された。やっぱおったんだ。なんか再現できる。お、 RA9 って書いてたんか、最近まで。なるほどね。倒れたんかい。なんで倒れたねん。お前今なんで倒れたねん。リビングに逃げていた。なんでそこまで再現できる。すげえな。リビングオンの、もしかして。もう調べれるもんないかな。ここなんかあんな。もうちょっと調べよう。もうハトは勘弁してくれ。ハトの餌か。あとは冷蔵庫もなんかある。容疑者は食事を取っていない。俺以外にもこんなの持ってるやつがいたとは。え、食事取んの。ああ、電子書籍アンドロイドって取んの。髪の匂いもかけて。多いな、多いな。あ、なんかあるぞ。それにページも色あせないだろ。お前には理解できない。おいおいおい、なんかあんの。なんもなかった。こっちにも調べれるもんあります。鳥の餌、お前だ。ひっかきの傷、指紋。これは鉄の服。鳥にも暴力を出したんか、変異体が。そんな感じ。え、何が落ちたんか。なぜに、あ、玄関の方に逃げようとして落ちちゃったんだね。あ、これか、こっちか。あ、我々の侵入に気づいた。ってことはおるな、これ。おるな。オッケー。こいつ、ハトどもに餌を与えてたんだよ。容疑者を見つけ出す。ここだ。ここにいるぞ、アンダーソン君。ほら、おった。たく、本当にムカつくハトだぜ。何ボケっとしてる。やつ追え。ああ、はいはい、飛んで。アクション急に来たよ。はい、バツ。バツ、逃げ足が速いやつだ。待て、スキャン。速いがリスクが高い。楽だが時間上がる。こっち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 。オッケー、こっちだ。はい、スキャン。バランスの取れた。速いがリスクが高い。速いがリスクが高いだ。速いがリスク高い子。はい、よいしょー。いった。あーあー、ごめん、待て待て、ごめん。ああごめんごめんごめん。危ねえ危ねえ危ねえ。スキャン。ダイレクト込み合ってる。安全な迂回路。落ちた。
行くぞ。ほんで、え、バツは押さなくていい？はいはいはい、行って行って。ほんで、ほんで、どっち行った、どっち行った、どっち行った。はい、あー、バツバツ、はいはいはい、どう行った、こっちか。やばい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 、行った行った行った。どうすればいい、こっちか。ね、こっち行ってる。安全の方が早いがリスクが高い。早いがリスクが高いで行こう。邪魔だ邪魔だ、止め止め、俺様の音、俺だ、行くぞ。はい、待つ。はい、やっと行けた。はい、追いつきそう追いつきそう、行け行け行け。はいはい、あー、危ない。はい、おーっと、すげえかっこいい、アクションすぎる、アクションすぎるぞ。きついぜ、これハンク来れへんな、ここは。はい、んー、だだ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 。ほんで、おー、行く、お前早えな、逃がしが。うるせえ、こっち事件追ってんだ、犯人追ってんだよ。おい、最新鋭のプロトタイプだろ、これ、頑張れ。はい、行け行け行け、おー、スキャン、ダイレクトだ、安全だが時間上がる。あー、間違えたかもこれ。はい、いやー、間違えたボタン、追いつけるかなこれ。どっち行く、スキャン、わかるかー、わかるかこんなの。はいはい、こっちか、どっち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 、わからん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 、どっちこれ。ハンク、生存率 89%？ いや、ちょっとごめん、俺は救うわ。まあ、畜生、もう少しで。貴様、私のせいです、もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。そんなことねえって。まあいい、顔は分かった、見つかるさ。いや、俺は助けたいね。10%で死んでたんだよ。それは無理だ俺。おい、こら。命ってのは 100% 保証されないと。なんでもない。ありがとうって言おうとした？別になんか仲良くなりたかったわけじゃないけど、10%で死ぬって言われたら、100%にするよね。その10%をゼロにするために、さすがに。死んでほしくねえもん。捕まえるパターンもあったんかな？ルパートって言うんだ。あ、じゃあ、あれ、選択変えとったら捕まえれとったんかな、わからんけど。でもまあ、助けたいよね、あれは。だからここの下とか行ってたらどうなったんかなっていうのも若干気になるけど、まあ、ほぼほぼ見れてますね。あれ、下行っとったら何なんだろう、この下。追い詰めれてないパターンもあるかな、見つけてないパターンもあるんかな、この感じやったら。まあまあまあ、結構最後まで見れたんでいいでしょう。さあ、次見てみましょう。次どっちだろう。カーラなのか、マーカスなのか。あ、マーカスだ !2038 年11月6日。同じ日かな、あなたたちは。逃亡者、君と同じだ。兵隊か、逃げてきたんだ、人間から。ノースよ。うわ、ジェリコについて。ここがジェリコ、奴隷生活から逃げ出した者の隠れ家さ。やっぱこういうのあるんだ。全部聞きたい。何人いるんだ。まだ稼働しているのは19人、他の人は逃亡中に損傷した。ああ、なるほどね。みんなジェリコを目指すけれど、たどり着けないんだ。なんで？残酷な人間たちのせいで。ああ、そっか、捕まるんだね。アンドロイドだけが道をたどれると分かっていたのか。仲間のみがジェリコを見つけられる。印を解読したなら、仲間が君に鍵を渡したってこと。あれ、鍵誰からもらったんか、これって。これか、この時にもらったんか。私が自由に暮らせる場所、ジェリコを探す。君の気持ちはわかるよ。でもここにいる方がずっと自由だ。ご飯とかなんかブルーブラッド補給したりせんでいい？戸惑う。僕は希望を求めてジェリコに来た。でもここに希望なんて存在しない。なんか存在しなさそうよね。君も迷子なんだね。だってここにずっとおっても、でも今は口果てるだけな気がするな。これで我慢するしかないんだよ。
まあそれもそうだよ。ここは安全だ。好きなだけここにいるといい。いやこれもこれでさ、奴隷生活と変わってないよね。助けてくれる。ルーシー。うう言うてんで。ルーシーを探す。ルーシー。こっち？あれかな。これ？もう稼働してないんじゃないこれ。あ、しとる。僕ひどい状態だろう。診断プログラムももう動かない。動いたところで結果は変わらないけどね。何があったんですか。車の後ろに縛り付けられてね。え、人間の暇つぶしさ、やばっ。シャットダウンするのは、いや死にたくない。そうだよね。その100万円で買ったアンドロイドも、100万円で買ったとか関係ないけど、機械をさそんな風に後ろに縛り付けて遊ぶとかやばいでしょ。人間の見た目だから、機械だから犯罪にならないからって、ひどいよな。明かりはあった方がいいよ。ルーシーが見つからないけど、これも火を起こせるか。これカンカ何してんの。何投げてんの君。ノース。いつからここに。4週間と3日と11時間。4週、約1ヶ月くらいか。手がなくてね。ジェリコに来るのが一番かなって。ジェリコ、ノースってなんだ。ノースってなんだ。一体誰がここ。さっきの男か。今じゃ誰も知らない。あ、誰がここを作ったかも知らんのか。前すぎて。誰であれこの船のどこかに眠ってるんじゃない。まあそうだよな。ここに来る前はどんな仕事。ノースってこいつか。なんで怒んねん。なんで怒んねん。いいや別に聞いたって。激怒すんなこんなことで。安らぎが欲しいならよそに行けば。え、何層分かってんの。積んでる。よそ行く。なんで怒ってんねんこいつ。さあルーシーはどこなんだろう。何これ。箱にはもう何も入ってない。部品かこれ。部品なんだろうねきっと。サイバーライフ倉庫のある港ミシガン州。ルートを計算中。あ、パーツがいるからってことかな。ルーシーは見つかってない。まだ。うわ、子供のアンドロイド。いらなくなったからって捨てられたのさ。ひどいよな。ここに来るまで路上生活してたんだ。何かしないとみんなシャットダウンしてしまう。そうだよね。修理にはブルーブラッドと生体部品がいる。シャットダウンした人から回収してるけど、それじゃ足りないんだ。そらそうだ。じゃあどうするんだ。みんなゆっくり死んでいくんだよ。それじゃ変わらんよ。なんかどうにかしたいな。ここに俺だけじゃ意味ないっていうかさ。人間に無残にやられるよりはいいのかもしんないけど。誰？人間は死ぬことを怖がっている。そらそうだ。でもアンドロイドもだろ。死んだ後はどうなるの。わからない。さあ僕にはわからない。私はあと数秒で死ぬわ。あなた名前は。マーカス。マーカス。
てよかったわ、マーカス。俺もだ。最後に会えてよかった。最後に会えてよかったよ。これは全部火起こしたなんかあるんかな。ここじゃない？ルーシー。ルーシーが君がどうなってるそれ。あなたがルーシー。なんか繋がってない、いろいろ。目黒。座って。座ります。見せて。何をエッチなことするんですか、今原。ちょっと、何を見せんの、何を見せんの、何、本当に脱ぐの、何を見せんの。うわ、傷か、そういうことか、よう分かったな、傷のことって。止めてあげましょう。おいおいおい、大丈夫か、おいおい。止めれんの、それで。すごい。プラスチックだから溶けて固まったんか。飲んで。ブルーフラット飲んで補給できんの？もらっていいんかな。命だろ、だってこれってこいつらで言うとこのさ、俺らで言うと普通に食事だ、貴重な。手を出して。はい、出します。なんか言うこと聞いちゃうな、これ普通に。なんだこの神感があるな、神感が。記憶を読まれてんのこれ。何してんの、何してんの。怖い怖い、ちょっと怖いんよ。すべて持ち、すべて失い、その後ひどい地獄を見てきた。レオ。心は闇に覆われ、でも影もあり、また光もある。どちらが勝つか。光に勝ってほしいな。私たちの運命はあなたの手の中に。お前かそこの中にお前らの運命あんの。マーカスヒーローになれる。何すんの。え、サイモンに計画を提案。え、何すんの。私たちの未来はあなたの手の中にある言うて、何が分かった。今マーカスも何か分かったんか、今の会話で。俺がやるべきことみたいなさ。サイモンってさっきの金髪やろ。どこやろ。これ火ついてないな。あ、これつけれへんか。サイモンどこや。あ、おった。めちゃめちゃ光ってたわ、サイモン。よう、サイモン。サイモン、修理に部品が必要なんだろ。港にあるサイバーライフの倉庫、あそこなら全て揃ってる。警備がいるだろ。自由に部品を持っていけるわけじゃないんだ。彼らに頼んだって。人間に頼む必要なんかない。え、急に犯罪しようとしない。どうするんだ。ろくに戦い方だって知らないんだぞ。だったら戦わずに盗めばいい。無謀にも程があるだろ。かもな。確かに無謀だ。でも何もしないよりはマシだろ。やりましょう。おお、ノースとなぜか仲良くなれた。試す価値はある。サイモンも今のジェリコ上がったけど、士気が上がったみたいな感じかな。わかった、やろう。いいね、革命軍みたいな感じ。おお、終わった。すべて見れた。すべて見れた。100%達成したの初めてなんじゃない。
全部見るのよかったよかった。ジェリコ中立、ノース中立、ジョシュ中立、サイモン中立、ヨロン開示的、まあ中立ってことか。これなんか他のキャラクターとの好感度みたいなのも一個一個あるんやな、ちゃんと面白。何するんやろ。俺マーカスそういうめちゃくちゃ犯罪チックなことして暮らしていくみたいな感じ、なんか反人間アンチ人間みたいな、なんかザ人間を殺しまくりますテローみたいなことはしてほしくないんやけど、もうとりあえずじゃあ次見てみようか。そろそろカーラ来てほしいな。次回予告、ついにアンドロイドを助けてくれるという屋敷へたどり着いたカーラたち。しかしそこはアンドロイドを欺き利用し研究している屋敷だった。カーラは騙され初期化されてしまう。果たしてカーラとアリスはこの屋敷から脱出することはできるのか。他の動画を見てね。